アイブステーション始まりました。イエーイ、ありがとうございます。いやー、1週間がなかった。1週間が始まりましたよ。いやー、今日はね、もう全然あります。俺もね、俺も思った、ラッスン漏れないっぽいよね。しかも細いから、これじゃ外したらブスみたいな、そういう感じ。ミュージシャン系サングラスはね、今日アッパーもね、月末最後だから、もう寂しい寂しいです。ケータもグラさん、僕もサングラスかけてます。さっき一瞬だけ言った、何がわかんないけど、はいはい、ケータさん、オールバックです。なんでオールバックかっていうのはね、後でまたナシと、レインが来た時に、報告いたします。お、いいね、ピンクスファイア、ピンクスファイア、今日いろいろ流れるんでね。ケータ撮ったの撮ったんでしょうね。瞬間しようと、ヒルクライムって言いたいでしょ、これ。ヒルクライムっぽいよね。あー、そういうこと。どっちが、どっちがヒルクライムっぽい、これ。絶対僕じゃないですか、それは。あー、この、この、この感じでしょ。あー、あ、確かに、いいじゃん、ヒルクライムいいじゃん。俺は今日いつも多分これサングラスがでかいからね、顔が小さく見えるだけなんでね。はい、韓流マトリックスっぽいいっぱい出てまいりますね。はい、それではね、ではでは、行っときますか。はい、はい、じゃあそれでは、本日もアウトステーション始まります。ではオープニングの方どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お、コメント今日2000頑張りましょう。じゃあ僕は急ですけど、僕整形しました。はい、はい、っていう報告ね。はい、だから今日は僕はノリでつけてるだけで、別に特に意味はありません。はいはいはい、コメントに背中張って。ケイタさんの隣だから顔が小さく見えるなんて言ってる。あ、俺これめっちゃ小顔やこれ。相当相当あれだけでやるからね。いやー、僕目いじって今パンパンなんですよ、これが。あ、でもなんか見たらわかんないじゃん。あ、ほんまや、わかんなくない。あ、意外とわかんないじゃん、ほら。ちょっとなんか眠そうっていうか、あんま開いてないですもんね。なんかちょっとなんか何あれもったいんじゃないかなぐらいの。おお、びっくりした。てか、デコ広っ。顔の3分の1デコだもんな。あ、アップしてくれるんじゃん、アップしてくれるんじゃん。あ、アップはちょっとまだ早いですかね、僕。うん、あれ、そう、僕今整形しても目パンパンなんですよ。あ、アップしたらわかるな。ほら、ツイッター載ってたもんね、ツイッター。腫れてるから太ったって言われるんだって。そう、うん、いやでもね、なんかね、なんかちょうどいい、ちょうどいいっていうか、なんか腫れたら、腫れが引いたら多分すげえちょうどいいと思うんだよね。そう、今腫れてすごいすごい感じになってるからね、今。うん、ネタが一つ減ったじゃん。確かにね、何もやんなくても二人だしね、もう、ね。確かに、確かに。俺のネタなくなってもうたしね。逆にだから一人にしたらいいんだよ、一人に。別に変わってないの、別にまだ終わってないからね、ほんでね。いやでも結構ね、見たらね、いけてると思うよ、なんか。そうさ、値段で言ったら240万いかなくて、十何万かじゃない。どんだけ多く持ったぜ。やっぱこの人、カレー使ってますよか、やっぱ出した方がいいかな、もうね。行かなくてって最終的に言ったらもう分かりやすいでしょ。あ、でも、二人のケイタさん、透けてきてるよ。いや、別に完成じゃねえから、まだ全然完成じゃないからね、これ。綺麗な二人になったら、ね、全然なってへんよ。確かにネタ、ネタでやってるだけだからね。すごいよね、めっちゃ盛るよ。もう1ヶ月ぐらいだよね、なんか言ったらね、治るの。うん、両目で17万、まあ、そんぐらいかな。お、片方だけやったらよかったのに。じゃあどういう状態。あ、確かにね、一人の方が好きって言ってくれる子も多いけど。あ、多いよね。まあでもどうなんよね。どうなんかね。まあ、分かる、両方どっちかやねな。目になんて一人二人なんて両極端じゃったら難しいよね。俺はケミストリーのピースオブドリームです。ピースオブドリーム、ケミストリー好きなんでね。うん、セ
選曲が古いのか分かんないけど、よいしょ。ケータオールバック似合いすぎて罰ゲームじゃないやん。たまにやってるしな、なんかな。ケータ、なんかこの感じ、なんかめっちゃ海にサーフィンやってそうだ。めっちゃサーフィンやってそう。いやね、どうなんだろうな。一重も二重もかっこいいよ。ありがとう。よかったね。お前が一番心綺麗だよ、本当に。あえてタラコ唇にしてみるって来てるよ。りょうさんはナンバーコージ。ナンバーコージ ?NO コージ。NO コージ ?NO コージだよ。ああ、そうだね。NO コージだよ。おー、まあ、NO コージではないですね。NO コージじゃないよ。まあまあ、自分の口から言わせよう。僕はオープンでね。僕もね、あれなんでね。確かにね。半袖寒くない。外めっちゃ寒いけど、ここ入ってきたらめっちゃあったかいね。キャバの客っぽいってどういうこと？そういうお客さんいるっしょ。そういうちょっとオラオラ系の感じ？いやいや、なんかあの自慢話めっちゃするやつでしょ。ああ、そういう感じ。俺昔はみたいな感じ。キサロは行ってません、僕は。行きたいんですけどね。いいね、いいね。いじってほしくなかった。俺もいじりたくなかったんやけどね。まあでも、なんか一重じゃなかったもんね、言ってもね。奥舞台だから全然。奥舞台をちょっと広げたぐらいですけどね、そんな。ああ、確か俺芸能関係だからさ、行ってそう。隣の人みたいに唇入れたら、うん、おどそのこと書いてあんの。僕も結構たらこ唇ですよ。はい、俺入れてねえから、唇入れてねえよ。りょうさんに負けないぐらいたらこ唇の自信があるんですけどね。りょうさんどこ触ったの。僕もね、目やってますよ、目やってますよ。目やってるよ。そう、仲間ですからね。もうこれ全部、全員ほぼほぼ知ってると思うんだよね。やってます。たらこは天然です。たらこは、うん、知らなかったでしょう。聞かれなかったら言わないんでね。読みづらいコメントだ。唇は全然、あれもらってきたよ。じゃあね、あれいつもの。ああそう、別にもういいんちゃうかな、そしたら。でいいよ、もらってこいよ。あれくださいっすから、あのちっちゃいのもらえるから。はい。あと何歳だったの付き合わせ。僕25です。25。いや、放棄したんだよねって。どういうことだよ。放棄してたよ。全然ないよ。ベストはね、ベストこれボタンです。ボタン、このね、これがね、これなん、なんて言ったらいいか、これ見えんのかな。これピンみたいになってます。ピンよいしょ。これでかな。よいしょ。一重の時の写真ないの？一重の時の写真。今度あのこれが完全に腫れ引いたら、今度あれやろう、あのビフォーアフターやる。ここに乗っける両方。一重の写真ないな。ショック言うなよ。もう全員、まあ、地元の友達も全員してます。 Facebook やってるんでね。 Facebook ケータって大抵、あ、ホストがびっくりした。ケータとホストで大抵いじるのが重なって、ケータって大抵いじるように見えてしまう。目だけなんでね、唇がボンってなってて、鼻もボンってなってたんで、あの 目だけね。あれだったんで、もうちょうどよくなりました。あれベスト可愛いでしょ。変わったものが好きなんでね。なんかこれちょいちょい上がったりしないですか。んなんかいちいち下行くガッて。これ下が新しくなったらボタンが上がってくるの。これ下か。それでも目も、それそう、それで目もボンってしたわ。そうですよ、バランス良くなってよかったでしょ。唇もね、一回ね、薄くしようとね、考えたら海外で切開するしかないからね、これはやめたんです、さすがにね。いい意味、ありがとうございます。あ、そのままの方がいい。うわ、嬉しいね。ケータ、どこへ向かっているの。自分が一番さまよってるからね、わかんない。まあ、どこに向かってるのかわかんないしね。場面で道結構変えちゃうタイプの人間だから。てか、あの報告があって、今日実家のワンちゃんが死んじゃいました。いや悲しいな。あの本当に結構ガチなやつで、あの5歳のワンちゃん死んじゃって。ああ、だから目泣きすぎて腫れてんのか。ああ結構、あの本当に結構悲しくて、今日一人で泣いたっていう。本当に泣いた。いや、なんか超なんか泣く。ケバブ食べてません。病気で死んじゃいました。いじり始めるんですよ。ご愁傷様ですって、なんかもうちょいなんかやんわり言ってほしかったな。あ、これリルジョンです、リルジョン。髪の毛銀にすが、あの染めたといつも銀なんですけどね、落ちちゃうんですよ。シルバーシャンプー使ってるけどね、シルバーシャンプー。いや、リルジョンじゃない、リルジョン。いや、そういうのがさ、なんかあるから、なんかペット飼いたいけど、なんか飼いたくないよね、なんかね。確かに死を目の当たりすると寂しいからね。なんなんですかね、あのね、先に死んじゃうっすもんね、絶対に。確かにね。僕は苦労にはまだ当分戻しません。
ペット飼うなら何飼う？あ、俺ね、あのね、今日聞いたのなんだっけ、あのペレットじゃなくて、あのなんちゃらポメラニアン。ペレットだいぶ遠かった。全然犬じゃねえし。びっくりした。なんだっけ、あ、ティーカップポメラニアンかな。なんかすげえちっちゃい、こんぐらいなんだって。ポメラニアンほんとこんぐらいされて超可愛くて、でも値段聞いたら100万って言われたから、さすがにそれはな。これってなんかぬいぐるみっすか？違う、これぐらいのサイズなんだって。え、足まで全部ついて、足まで全部ついて、気持ち悪い。超怖いじゃん。これなんだよ。すごい、ね、かわいいじゃん。ティーカップポメラニアンって言ってた。ティーカップゾウガメなのに、あのな、カメもいいけど、批判するわけじゃないけど、なんかカメってなんかちょっとなんかな、精神、いやもうひでえだろ。じゃあ家が草なるし、なんか類推ですよ。カメ俺も下についてるから大丈夫だよ。あ、そうか、じゃあ大丈夫。祈祷がついてる。あれは、うん、そうだね。変身って書いてあるよ。熱帯魚、魚とかなんか食いたくなっちゃうもん、多分。ティーカッププードルも100万するみたい。すげえな、そんな、うん、すぐ、うん、ティーカッププードル、あの僕ん家の飼ってたのティーカッププードルでしたね、死んじゃったの。あ、そうなんだ。そんなすんだ。カメはダメ。ダメではないけど、カメって感じかな。わかりづれえよ。いいっすか、ゲストが来てくれたので入れます。今日は最近早くていいね。はい、喉、はい、うちのおなしとなし、なしこっちで、レインこっちね、なし、なしこっちで、なし、おいよーしょ、うちのおなしと、ね、はい、レインくんです。どうも。いや、早いでしょ。うん、早いね、今日は。さてさて、これじゃあ4人が揃ったところでね、先にこのあの組数対抗バトル、誰どっちが勝ったかっていうのはもうね、これ髪型で分かる。じゃレインの髪型がすごいさ、ちょっと後ろ向いて、レイン、はい、レインすごい、これすごい、めちゃめちゃすごくない。すごいですね。激盛りだよな。後ろ向きです。あ、横向いた方が分かりやすいんじゃん。横に入ったら出られなさそうですね。そう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 。この真ん中、この真ん中がいてみよう。この感じです。あ、そう、いや、すごいよね。いや、見事に、ね、白チーム、黒チーム、はい、まあ僕らが白チームなんですけど、なんと 0.5 本差で勝ちました。よいしょ。いやめっちゃみんな頑張った、めっちゃ。でね、あの負けチームは、今日奇抜な髪型にあのふんどしっていう噂あったんですけど、さすがにふんどしはやばいんじゃないかなってことで、ふんどしはなくなりました。いや、いいな。でもあの2人ともなんか似合ってて、なんか罰ゲーム感ないけど、なんかね、めっちゃ似合う。まあベリーマッチだよね。 BGM あーですね。あー、今日米多いよ。ありがとうございます。失礼です。 0.5 本差っていうのは、ね、あのね、知り合いの子があの指名ではなく、指名だったら1本なんですけど、あのフリーで入れたんで、あの 0.5 本差で、なんと 0.5 本差で勝ちました。はい、僕の目はちなみに罰ゲームですね。それは体張ってますね、これ。いや、もう花粉症、花粉症は誰のことだよ。いや、俺もね、呼びまくりましたよ。いや、ハッシュタグ来ました、ハッシュタグ。おぉ、ハッシュタグ来ましたよ。頑張った、売れっ子ホスト感出しちゃった。売れっ子ホスト感8だって、毎日呼んだら指名本数170本ぐらいいくからね。でもその日1日の集客で言ったら僕3位ぐらいだったんですけどね、普通に。確かに、ケイタも頑張ってたよね。ハッシュタグね、たまにあります。運がね、運がいいんです、運が。お客様にね、あのね、デニッキ一応おめでとうございます。おかん泣くぞってどっちみたいな、どっち？ケイタ。え、お母さん、え、お母さん言ってないの？言ってない。だって、あの、1回目整形するって言った時に泣かれたんで、今回言われへんなと思って。実家帰ったら顔変わってるって。気まずいよ。言わんねえよ、それ。ほんと、ガチで反対されたって。いや、なんかもう、うん、来月ぐらいに家帰ったら多分大丈夫なんちゃうかなと思って。サングラスしてくんだろ。いや、でも俺もなんかあの、まあ、するかもよって言ってて、してサングラスかけたら、あの LINE の画像でバレてたっていうの。まあまあ、どうなんですかね。いや、ほんとここまでみんなするなら、もう僕死んとこかなと。5月絶対するって決めてたけど。あ、なんか言ってたね。はい、もうでもやめた。やめた、結局やめたんか。整形しないっていう強みでいこうかなと。あ、でもどうなんかね。うん、俺整形に関して、なんかみんな、まあみんなやってるっつったらあれだけどね。いいと思うけどね。まあ、ナシさん一番かっこいいって来てるよ。おー、いいね、いいね。ただ、決め顔するんですか、もともと。すげえ、物好きがいるんですね。あ、そうだな。ほらーほらあ、ちゃうか。確かに、ナシさん喋らんかったらすげえ好きですけどね。そうだな。それ、うん、
ケイタがレックラまあまあ確かにね、頑張って頑張ってよ。ナッツさんってなんか変だからどうにかなってるから、ね、はい、やせーす。あの僕だけあの整形後なんで、あの今日お酒一切飲んでません僕営業中もとんでもないことになりますからね。明日の朝パンパンになるからね、酒飲んだらあ、そんなかな。いやいや、いいね、緩むからね、いろいろね。あらあらけどけど、この曲は AAA のコイネと雨空です。いいよね、コイネと雨空。メンテするならホストで一緒やってるとか思ってんの？特になんかあんまね、ないけどね、なんかねなんか普通に整形したいよ、言うしねてか、ちなみに顔パンパンってさっきから来てるけど顔だけあらへんの、多分顔腫れてる。目の話ですか？でもなんかほら、ツイッターなんかここになんか冷やしてたじゃん。いや、それなんか目が腫れやすいから顔全体冷やしてくれって言われて。あ、そうなんだ、ね、血流をあれしてた、ね、あ、でも多分ここら辺が全体的なむくんでんのかわかんないけど、え、目元だってさ、冷やしとけばさ、ビジータみたいってあ、じゃあ、関係ないこれいや、いいね。ケータ、目だ、ナチ細そう。今、ダイエット中です。あと3キロ。ナシ君でもね、意外と細マッチョですよ。細マッチョ。鍛えてるんですよ。うん。やってるもんね。おう。おう。キック。はい、そうそう。うちのナシさん、キックボクシングやってます。ガオー。お、めっちゃナシナシきた。ちょっと多いな。めっちゃナシナシきた。多いな。すごいっすね。ナシさん何キロ？僕今、言えるんすか？今61ぐらいですね、今。おう、61。身長は？174です。ああ、じゃあもう抜群だね、やったらね。いやいやいや。宴出ないのって、あ、ホストの格闘出たい出たい、ちょっと目標っすね、それは。あれ何、あれいつぐらいにやってんの、不定期でやってんの、どうなんすかね。わかんない、なんかそういうあれがあるんじゃないですか、試合みたいな。あー、そうだね。どうなんの、ね、ケイタどれくらい痛かったって。なんか最初正気ガスみたいのを吸わされて、あー、鼻から吸うやつね。しかもちなみにその正気ガスなんかお酒と一緒のふわふわ感が出るらしくて、お酒強かったらあんま効かないらしいんですけど、普通の人なんか10秒ぐらいで、多分僕2分ぐらい吸わされるすげえそれだけに時間かかって、なんか嘘かー、ほんとほんとほんとで、なんか途中お酒強いんですかって聞かれて、あ、めっちゃ強いっすねって言ったら、なんかマックスでほんと2分間ぐらい吸わされる逆に気持ち悪くなってなんかアルコールの分解が早いとって言うよね、でもね、あの麻酔系はね。あと、まぶたの中に注射したんが、それがめっちゃ痛かったの。あ、なんかめくんすか。そう、なんかめくって刺されてんのがわかるんだけど、超痛かった。いや、痛いよね。なんか死にたかったなんか。俺もだったら歯抜いた時にあのもうベロベロ言ってから麻酔全然効かないで、麻酔なしで歯抜いたからねそれは人言うぞいやマジで、でも超痛くてめっちゃ泣いたし、はい、歯医者で歯医者で泣いてめっちゃ恥ずかしかった。いや、めっちゃ痛い、めっちゃ痛かった。いや、麻酔抜きってもう拷問ない。いや、全然違う、なんかさ、5、6本ぐらい打っても全然効かなくて。あ、そういうことですか。いや、歯だよ、歯。でもなんかだんだん上に行けば行くほど痛みやばい、耐えられへんって言うんですよ、人間ね。脳に近ければ近いほど痛いって言うんですよ。歯めっちゃ痛い、もうめっちゃ顔腫れたしね。マックス6本までらしいですね、麻酔。あ、そうなんだ。だから限界、限界っす、限界っす。いや、麻酔抜きめっちゃ良かったよ。具合悪い時とか、あのなんかあの風邪、なんか点滴とかもしまくったしね。俺一回一月に点滴20本ぐらい打ったことがあってあの某クリニック、 A クリニックっていうところがあってね、歌舞伎町の A クリニック、ね、2時までやってますから、うん、あ、バックナンバー好きなも多いんでね、なんいいね、リスナーとあの音楽の趣味が合いそうですわ。音楽何でも好きなんでね。人造人間じゃないよお前体調崩しやすいんでね、僕は扁桃腺弱いしね。点滴打っても全然大丈夫でしたよ。なんかあそこの A クリニックなんか怪しい人いっぱいいたよね。怪しい人、寿命縮んでるでしょうね、多分。寿命多分ね、酒飲んでるしね。主任は多分長生きできない。いやでもね、この間ね、久々にあの酒抜いたわ。もう多分3、4年酒抜くなんてあるんすか。3、4年ぶりぐらいにあのご飯屋さん行って、あのウーロン茶頼んで、3、4年ぶりぐらい。まあ本当にウーロン茶でご飯屋さん行ってます。頼んでください人造人間、ベム、ベラ、ケイタってどういう意味ですか。どの立ち位置ですか。ベロの方が可愛いやん、ベロ。ちっちゃい子、うん、一番可愛いやつ。点滴好きもよくない。福田レジだね。いいね、いいね。体調管理ね、しっかりしてる。最近では点滴一本持ってません。ナシさん、どうやったら痩せますか。どうやったんですか。もう本当にあの寝る前食べないことですね。ナチでもなんかそんなめっちゃ太ってるとかなくない。最高で何キロいったの。最高87までってことなんですよ。そんなにすごいな俺の体重と同じぐらいっすね。マジですごい高いハードル。ほんとに、ね、東京いる時、東京いる時は75っすね。あ、75もあるっすね。すごいな緩急
休館日ね。いや、女はエロい体してるのがやっぱ一番やからね。ああ、どうなんかね。いかに抱きやすいかよ。ポチャってたんだよ。ナチポチャってたのかって。ポチャってたんですよ。でもなんか、もずく食べたら食前にさ、もずく食べたらするよね。あれ結構いいって言います。僕最近そのもずくめっちゃハマってた。始めた？家に7パックぐらいあります。マジで？めっちゃあるやん。めっちゃまとめ買いしてるし。気合入ってるね。だってさ、もずく食前に1回食べるだけで、あの1週間で俺3キロ痩せたからね、3キロ。僕も多分5キロぐらい痩せたんですよ、多分。痩せるよな、あれな。セブンイレブンの方が一番うまいっす。あ、そう。沖縄、沖縄産の方がめっちゃうまいっすね。もずくの話でこんなになんか話せると思わなかった。もずくは本当、アンチエイジングの食べた方がいいっすよ。僕も大好き。わさびとか生姜入り。すごいな、僕1年で15キロ取りました。アンチエイジングしていかないとね。そう、ここ二人はアンチエイジングしてないでしょ。あらがっていかないと。もう僕も来月31歳なんで。あ、そうか、もう来月か。31なんですよ。31か。31なんですよ。全然見えないよね。真ん中、アラサ。いや、アラサもう過ぎてる、過ぎてるから。もうサー11になるから。サー過ぎてるよ。サー過ぎてる。アラフォー？アラフォーはね。アラフォー行きたい。え、レイはいくつだ、レイは。もう34です。34か、もう全然見えないよな。だって普通に並んでたら、普通に並んでてもこの3人全然ね、同じぐらい言ったら、まあちょっとね、25、6ぐらいじゃないけど、ね、間違ったら野郎みたいなと思ってレイも27、行っても28。すごいよね、もう僕と14個違いますから、ね、マジでそう、ほんと、14個は年離れてる人なんで、14違うっていうのか、あんま分からへん。すげえな、これすげえな。カメラをしまいます、どうぞ。すげえ。俺んちの母親と2つしか変わんないから。母36だからね。もう自衛隊入れないじゃんって。お母さんのロケはなかったぞ。お母さん36すげえよな、めっちゃ。下手したら親父でもおかしくない。いや、実は気まずくて言ってないだけ。すごいよ、びっくりする、ほんまに。昭和は、そうだよ。僕もね、あの、両脇が平成で、中がね、昭和なんで、ね、昭和です。僕も平成元年です、平成元年、ギリギリ。いいね、いいね。だから自衛隊入れないって、自衛隊何、年齢制限あるの？あるやなぁ。マジで？自衛隊に限らずじゃないですかね。世間一般的に。もう。すげえな。16の時の子供や。あ、いいね、ためためいっぱいあるね。ナチのためもいるし、ケイタのためもいるし、母親は若いんだよ。3ヶ月前に妹生まれましたね。マジか。母ちゃん、元気、すげえな。母ちゃん、びっくりでしょ。すげえわ。すごいっすね。俺が平成なの嫌だってどういうことなんすね。全然変。あ、はタメいた。お、年齢関係ないで。まあ、確かに。妹って来てる。妹。いや、あ、でもうちの親もね、俺、僕二十歳の子なんで、うちの親46ですね。46。りょうさんもまあまあいい年ですもんね、もうね。まあ僕いい年ですね。だいたいね、この髪型にしてから21人でしょ言われるけど、25歳からなんか、あーって言われるからね。なんまーみたいな。でもりょうさんも自衛隊来年までですね、多分。マジか、俺、本当に。入りたいと言ってねえしな。27まで行くんですね。なつさんももう無理だよ。もう無理だよ。お国のために頑張りたいよな。残念でしたね。悲しい限りです。確かに、ありますね。妹、ケイタ妹いんの？いない？いる？妹、弟、妹います。弟と妹何歳？弟が中3になるのか、6個離れてて、妹が20個離れてますね。20個、僕の年齢分離れてます。すごいでしょ。あれも、僕の同級生の子供は15歳ですね。まあまあ、そんなもんですよね、だから要は。すごいな、そうやって考えたら。まあでも死にたくなるよね。うちのあのね、あの、まあ、同級生とかも全然結婚してるしね、後輩も結婚してる子いるしね、子供いたりとかもあるし、あるね。20歳離れてる妹って言っても全然いけますよね。まあまあ、まあ、いけるっちゃいけるのか。いけるっしょ。それ何歳になった時の設定だって。いや、でまあ14からはいけるとして、20歳、14になったら僕に34なんで、まあまあちょうど盛んな時期じゃないですか。リアルな数字なんです。そう考えるとすごいな。まあでも40までいってもったらちょっともうちゃうかなっていう。ああ、40、あ、でも40までいったら逆になんか違うあれが生まれるんじゃないか。いや、でもニックね、どうなんかな、ゆとり終わってる。みんな童貞です。はい、童貞で分けたのはこれ NG ワードになるかなと思って。NG ワードって何だか全然分かんなくない。童貞ぐらいだったらいいんじゃないかな。
僕からこっちから言ってる方が NG ワードの方が多いですよ。間違いないな。普通に言っちゃうしね。さっきもどうしようもないから。さっきも祈祷の話して出してた。最悪最悪だよな。確かに。ヤンキーは何でも早い。グラさんとっても多分でもこの感じだと分かんないですね。変わんないよな。あの画面気持ち眠そうじゃん。画面越しだと。いや気持ち眠そうっていうか普通に眠そうだよ。でも本当にあの藤ヶ谷見てるね。あでもこれ今マックス開いてるからね、ちなみに。マックス開いて今これだからね。目が突っ張ってて全然。すごいな、チンチンはいけんねんな。それはいけんねん。童貞いけへんねん。多分あの文字のあの感じだったらいけるじゃん。本当があれっす。僕んち全然ヤンキー一家じゃないですけど、ね、そうなのかな。母親がレディースで、あの親父が自殺するっていう。いやもうある意味ヤンキーだよ。ヤンキーすぎる。すごいっしょ、ほんまに。そうだ、ケイトだけマラス感出てるよね。わかる。なんか季節感半端なく出てるね、なんかね。いやもう夏はやっぱもうすぐそこにあるからね。うん、夏、秋、冬、春、ちょうどいい感じだね。ちょうどいい感じ。お父さんは見たことありません。確かにケイタの話今日1日1回思えもん。お父さんはちょっと会ったことないですね。本当にあのね、冗談なのか本気なのか本当によく分かんないけど。触れていいかも分かんない。大抵同伴。いやまあほんまに会ったことないからね。今日コメント重たい。結構来てくれてるからね。あ、嬉しい。このペースでね、ちょっとみんな頑張ってくれたらね、ちょっと2000いくんじゃないですか。ちょうだいちょうだい。だだだだだ。妹は誰との子なの？あのこれ3人目の男ですね。だからどこまで行ってか分かんないじゃん。もういいようね。バツさんなの？うちのおかんもバツニアで。あ、僕のほんまのおとんは多分あの16の時のあれなんで、あまあそのままどっか飛んでヤクザになったらしいですけど。で2人目はまあ最近まで、まあ、僕が小学校ぐらいから結婚して一緒にいて。で、また離婚しました。僕今こっち来てる間に彼氏できて3人目かな。だからみんな親父が違うんですよ、兄弟。それで話して大丈夫って心配した。まあ、ケイタオープンやもんな。まあね、隠してもしゃあない。そういう感じにしたらまた怖い感じになる。いやでもね、そういう母親だからこそ逆に感謝を覚えるけどね。なるほど。なんかちゃんと返してあげなきゃなっていうお風には思うけどね。なんか悲しくなってきた。なんかでも別にそんな気にしてないけどね、なんかなんかいろんなお父さんとかいたら金ももらえるし、おばあちゃんも俺4人ぐらいいるからね、ちなみに。親戚がどんどん増えてる。いや、すごいよね、だから。あ、顎ごとってパクられる。しかもなんか、おばあちゃんとかも全員血繋がってないっていう、この不思議ななんか、何なんだろうっていう。まあ、人間皆兄弟みたいな感じね。まあ、そうでしょう、ね。いいよ、よく言えばな。この話、あの、2人が困ってるから、もうやめてもらって。2人が困ってるから。1000超えました。変えようか、じゃあ。何の話する？いや、本当にね、よくまっすぐ育ったなって僕も思います。まだ続けるまっすぐ育った。今ので終わり。はい。いや、いいね。ケータ、一回にしとけばいいんだよ。どういうことやな。親戚いっぱいいるのいいよね、でもね。いや、嬉しいですよね。あ、お年玉でだって最高いくらもらったことある、お年玉。12、3万ぐらいです。あんまり？すげえな。俺行っても7、8万ぐらいあったな。なかなかね、おばあちゃんいっぱいいるからね。あ、それいいね。あ、そうよね。桜ね、最大の開花したって出たよね。お、今年花見ないっすもんね。花見行きたいっすよ、ね、花見行きたいな、マジめっちゃ行きたい。え、どこ行きたい、どこ。あれっすね、何とか川ね。何言ってるか分かんないし。どうなん、女子はなんかない、どこの花見が良かったみたいなないの、なんか。目黒川でもやっぱいいよね、目黒川。だから通りがすごいあれなんですよね。通りがすごい、あそこで夜桜すごい、すごい景色とかね。あ京都とかで行けるやん、行きたいけど。行きたいけど遠いわ。いいっすね、でも京都。あ、隅田川もいいんだ。花見とか寒いし興味ないね。上野公園とかもすごい。代々木公園。あ、代々木公園ね。代々木公園でさ、なんか31日なんか花見、大花見大会あるよね。完全なんか12時から終わりの時間かなんかの限界までって書いてあって。限界まで誰をもって限界とするのか分かんないけど、会費1000円でなんかみんな持ち込みですごい飲めるらしいよ。なんか俺すごいですね、ちょっと引きたいな。戦ってみたいですね。戦ってみたいよ。でもホストより大学生とかの方が多分酒強いですよね。まあ下手したらそうっすよ。いやね、あいつらの飲み方尋常じゃないでしょ。氷結だってまるまる瓶で息とかするでしょ。そんな僕ら多分できないですもんね。違いないない。で、僕も大学生だった時あの道で倒れるまで飲みますよ。ああ、人だかりできてますもん。人だかりできて、どんどんやったら恥ずかしくて起き上がったんですから。確かに。どうなの。ナチさん、本当か、ナチさん人気ですね、やはり。
俺の髪の毛で花見しようってどういうことなの？俺が桜つけるとか、ね、お花みたいに、ね、あ、お花みたいだよ、まあ、確かに頭に花咲いてるからね、パラパラですからね。どうなの、あ、代々木公園ででんぐり返し、そのネタ懐かしい、よく覚えてらっしゃる。しかもその時ナチが代々木公園ででんぐり返すって、ここで俺がでんぐり返しって全然会話通じない。多分僕の滑舌も悪いし、あの主任の頭もちょっと酒でやられてるんですよね、多分、はいはい、その時からナチさんはスター。すごいな、ナチさん今日人気っすね。珍しいな。いやでもナチね、なんかね、ちょいちょいその何ファン、ファンいるよ、コアのコアのファンが多分ナチファン、ナチファン、ナチ好きとかろくなやつじゃねえな。いや、最悪、相変わらずケイタと付き合ったいや、まだ俺が突っ込むからいいけど、この二人言わないから、ただの最悪のやつ普通に悪口言ってるみたいな。そうそう、あー、間違いない。はい、仲良しなんで。そうです。で、安心してください。ナイトチューブ側から CM の煽りが来てるんです。そろそろ CM 行きます。はい、はい、CM の方どうぞ。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円？簡単だな。簡単だろ。はい、イエー、CM 開けますとか言ってくれない、言ってくれないですか？はい、じゃあエロいコメントが広がる。この中で混浴するならナチさんがいい。なんなんそれ、羨ましい。はい、じゃあもうこれはい、アンケート行こう、アンケート。聞いたと混浴するなんて。アンケート行く？あの、じゃあもうこの4人に誰、先手打たれちゃった。誰に抱かれたいか行こうか。いや、そこまで飛ぶの。すごい話。混浴とかちょっとぬるい。向きになりちゃった。いや、まずは風邪感じるんじゃない。だって前それ言わなかった。聞くはどっちがいい、どっちがいい。まあまあ、なんでもいいですよ、もう。どっちでもいいよ。じゃあ、セックスしたいか、風呂入るか、どっちがいいか、コメントが多い方だよ。コメントが多い方で、多い方でやろ。コメントが多い方で。あ、なるほど。どっちがいい、混浴と、抱かれたいで、どっちのアンケート取ってほしいか、行こう。あ、確かにね。お風呂か。ケイタと ケイタと混浴だけは嫌だって書いてある。いや、むしろ、俺はお前と嫌だけど。頼んでねえし。何を勘違いしたんだ。抱かれたい。じゃあその中でショッツに1票入ったし。どっちも同じだよ。どっちも同じなんかな、分かんない。抱かれたいのが多いかな。どうだよね。こういう負けたら女装ってどうやってすんだよ、なるほどね。でも恥ずかしがってる感じもいいけどね。まあ、婚浴の方がちょっとなんか柔らかいっていうか、お酒幽閉専務の歌だよ。このタイミングでこの BGM、あ、しっかりするわ。今の BGM はうちのまさき幽閉専務が歌ってる歌で、すごいじゃない。ちょっと盛り上げる、このタイミング。これはなんか聞いたことあるなと思ったけど、うちの専務の歌だからね、これね。聞いて聞いて。これだけは今日どっかのタイミングで流したいと思う。これ今シャッフルされてるんでね。朝これうちのね、幽閉専務なの。これレコチョクでちゃんと撮れるんで、ぜひ撮ってください。みんなダウンロードしてな。ダウンロードして。かけだ。上がった。上がったらあそこのね、じゃあブドウダブルから取ってくる。あれうちのだから、うちの。混浴の方でアンケートいきましょう。オリジナル。ね、混浴で。はい、じゃあこの4人の中で混浴するなら誰か。はい、行こう。オリジナル曲でちゃんとね、ダウンロードできますよ。混浴ならね、何をするでもないですからね。まあ確かにな。まあまあね。まあね。混浴行ったらでも絶対乱行するやろ。そうそう、あとはね。4-4で行って乱行とかしたいよ。たまにケンタって来るのはもうこれ特定の人なんかね。どうなんですかね、ケンタさん。ケンタ、ケンタ。iPhone でもすぐダウンロードできるよ。俺もね、iPhone なんでね。どうやったろうね、これ。どうなんかな、まだ。眠い、もうちょい頑張って。じゃあさっきのワンオクで、ワンオクでテンション上がっとこうかな。ちょっと1曲だけ、これうちの先輩の曲なんで、これ飛ばすとかできないんでね。僕の上下関係のその関係でね。混浴して何やるのって別に。それも質問が卑猥じゃない。言わせたいでしょ、それも。
婚約でもいいよね、なんかあるよ、なんか抱くとかって決まったらなんかちょっとなんとも言う、まあ、文字がエロいですもんね、混ざってるエキスからねちょっとエロいっすもんね、それは考えすぎる、考え方が問題そんな、まあ、結構婚約って卑猥な字やと思うんですけど、まあ、まあまあね、はい、はい、ストロングいっぱいあった、でもまだいっぱいありますね、半分ぐらいだな、あ、お、主人が一枚よ、イエーイ、いいですね、なんか普通になんか、なんやろ、失礼へこんだ、うん、あ、すぐあの画面変えてもらっていいですかまあいっか、うん、じゃあ、いただき、ね、駅弁って何でしたっけ、えタッチバック、駅弁って何でしたっけ、タッチバックでしたっけ、駅弁は全然違うっすね、あ、だっこあ、こっちの方、ね、あでも風呂の中でやったらキャピキャピするでしょ、あれがちょっと嫌やな、キャピキャピあ、なんかね、わかる、シュパシュパって言う、キュパキュパ、あー、まあその感じ、そんな感じ、うん、さっきの婚約のアンケート絶対いらんかったしね、お前が言ったんだよなんでした、意味分からへんし、ほんまにあキパ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 おもしろいあ、予想通りで最近じゃあいいですね、いいことですよ、レインさんアピールして、レインさん、もうね、うちのレインさん人見知りなんでねまあレインがこの婚約一緒に入ってこの髪がいかにシュパってなるか見たいけどこのギャップ見てみたいけどね、あ、俺は安定で面白い、ありがとうございます、すごいよね、いつのホストですかってそれ聞かれるわまあ俺でも聞きたいぐらいの感じはもう、いや、これ今日罰ゲームだから、ね、普段はこんな髪型じゃないですよ、でも今日なんか俺と似とんな髪型、なんかなんか一緒になってくる、なんかデコの面積が結構いい、デコの面積が、いや俺の方が広いやろ、ほんで年齢的なところを考えるときは、いや俺14個ちゃうよ14個離れとったらもうデコの広さ一緒かよ、ほんでだから14年子ちゃん結構すごいことになってるよ確かにケイタ、ケイタ顔でかいからね、ケイタ顔でかい、でもあの人間やっぱおでこになんか魅力を感じるみたいな、なんかあるって言うやん、なんか確かにね、ハゲてるんですよ、生徒はホスト、改め旧ホスト、デコ披露、デコ披露デコ披露新たなユニットがいやゲストだ、あ、ゲスト、あね、確かね、ゲストなのに一応ね、順番で出してるんで新人の子とかも出しますよ、こっちとしても面白くなくてブサイクなやつ出してもしょうがないからね、まあまあそれはなんともないからね、ちなみにそんなこと怒らへんからなちょっとぶっ込みすぎたっすか今、もうぶっ込みすぎたな、たまに本気であのね、しつっこみぐらいだからね拾えないあ、もっとおもろいアンケートしたい、どういうのが面白いアンケートなの、例えば何なの、何アンケート聞きたいことをね、そんな名詞でよく言うなケータ、俺も整形しとかって関係あらへんしゲストってどうやって決めるの、その日の主任と俺の気分で決めてるよ、大体最近あの、タイニーの子で男前多いから、じゃあタイニーの子残そうか、じゃあニコロマー出すから出ようぜ、もう誰だって感じになりますからねタイニーに出るとかも、でもすごくない僕らも出れますよって言ってナシさん、ナシさん、はじめがいないとき映えしてます、はい、はじめさんか、僕か、みたいな、あ、カイト、カイト知ってるやん、カイトね、出したいんだけど終電で帰っちゃうからね、いい男なんだよ、カイト、うちのチームなんですけど、ナチチームなんですよね、ね、ナチーム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 、そうか、せめて入店してからでしょ、まあね、確かに間違いないね、よし、おー、いいね、いいね、あ、しんくん、しんくん、しんくんね、この間ね、出ましたよ、いつだっけな、いつか出ました、いつか、つい最近、いや、いっぱいね、出るからね、順番が分からないさ、ね、そう、あらあらあら、いいね、ゆうすけ、ゆうすけ、あ、ゆうすけね、そろそろ出します高学歴イケメンボーイ、ね、このままのアンケ本入決めよいや、それであの本入決めようってあのダメだったら大量のショックでしょいや、みんなが協力してくれるんだったらいいけどねタイガーユースケ、タイガーもイケメンですね、ね、タイガーイケメン組、タイガーユースケだよね、確かに、タイガーとかシンもイケメンだよね、シンかっこいいですね、あのうちのね、あの両チームはチームイケメンが揃ってるんでね、タイガとシンと、あと新しく入ったマサトって子がいてね、男前が集まっております、あ、ユウスケ、ユウスケね、ユウスケ大体あいついつもあの酔っ払ってヘニャヘニャになってるからね、このままで歩いてこれません、ユウスケちょいちょい出そうってあったよな、いや僕はおんぶして連れてきますユウスケを、いやいや、そんなあのベロベロなつ言ってもあれ意味ねえわ意味がないわもう、いやいやいや、多分出たことない人いないっすよ、いや、あ、そうだね、最近の新人の子はセナも出た、セナもシン、あ、誰だな、出てないのだって大地、真宙、海斗、翔太、拓也も出したし、
もう確かにシンくんは毎回初めまして言うね。礼儀正しいからね、本人もね、あのね、言われてなんやらかんやらだからね。イケメンじゃなかったら入ってほしくないからアンケート大事。いやいや、アンケート大事なの分かるけど、そのね、子がね、あのまあね、イケメンじゃなかったらどうすんのよ、もう。お店で酔っ払ったらどうなるのは、これ誰なのかな。まあ、どうしようもないですよね。まあ、僕はちなみにあの酔っ払ったらあの飲みまくりますね、さらに。加速するね、加速。僕はあの、ナチ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 スノコになりますね。あ、それそう言われる。それはそういうこと。多分そうですよね、多分。すげえな。ヒトラー、ヒトラー。そこまで時間かかりましたね。入店する前に囲え、あ、確かに。僕、体験入店来た子は大体 LINE 交換しますからね。すぐメール送らすぐ。ナッサよくわかってる。いいね、いいね。ナチッチ。いいね、いいね。ヤンチャはもう今年入ってからしてませんよ。もうね、ヤンチャシリーズがね、もうすごいってやるけどね。落ち着いたみたいですね。落ち着いた、そう、落ち着きました。ね、手で大丈夫。いや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 あの飯買えるか試したこともあるし、絶望されるじゃないですか。居酒屋でやどういうことですか。いやもう時効だから、時効。ロケット花火朝っぱらからかましながら歩いたこともあるし、あとなんだろうな、走ってるものを追いかけたくなる習性があるから、ゴミ収集車に乗っかったこともあるし、入ったこともあるし、タクシー代わりにしましたからね。先輩が車で俺がベロベロで六本木で飲んでるのに迎え来てくれたのに、車のボンネットに背面からジャンプしてめっちゃへこましたこともあるし、あのね、話つきませんね、これ。ロケット花火なんで持ってるのって。まあそうっすよね、まあ、ロケット花火ね、昔いた従業員でハルドってやつがいて、りょうさんロケット花火ありますよってニコニコ持ってきたから、ここはもう先輩として、そうか、じゃあ買おうかっていうしかなくて、そしたら自分のバッグ入ってて、もうなんか気づいたらあったみたいな。よりによって一番渡しちゃいけない人も、やっぱ後輩のやっぱニーズに応えるのはやっぱうちの主任ですからね。一回だってドンキ前でロケット花火、なんかさ、ドンキがあって、なんかこっち側になんか階段あるじゃん、サブラードにつながったところ。 あそこの、そうそう、あそこの裏って何、空き缶とかめっちゃ置いてあるんだけど、空き缶にロケット花火刺してパーンってなったら夜の2時ぐらいで、15秒後ぐらいに警察官10人ぐらいがめちゃめちゃ走ってきて、そのままこう曲がったからよかったんだけど、それ以来はもうね、やめようと思って、ね、そうそう、後半に、いや、本当にマジ15秒できた。多分、駒木の交番全員が集まってきたんだろう、はい、発砲だからね、やっぱ日本の警察も優秀ですね、やっぱね。確かに後輩のニーズには応えますよ。もうね、体調悪くても飲み行くからね。本当、今日酒は飲んでも飲まれるのがキーワードでいいんじゃないですか。その人逮捕されるで。いや、だからもうやめたって。しかもね、ベロベロの中でも何がじゃあここまで捕まってきてなかったかっていうと、ちゃんとやるときに周りを確認して、警察とかパソコンがないことを確認してからやってるから、ね、言ったらベロベロの中でもやっぱその意識があるから。いや、多分その判断できてないんだけど、できてもうやめましょう。まあ楽しくやめましょう、まあまあね、やっぱりせっかく主任と飲んだらやっぱりみんなもあると、誰でも楽しいんだよ、やっぱり。そうそうそう、ね、今年入ってからないからな。いや、俺全然ヤンキーじゃないよ。俺だって学生時代生徒会副会長と軽音楽部部長やってたからね、やったら。すごいっすね。僕はめちゃ、ね、にもかかわらず担任の先生には、りょうくんはフリーターの方がいいんじゃないかなって言われてるの。担任の先生にフリーター勧められたっていうね。高校どんな高校だったの？高校はすげえ真面目なとこで、もう髪ここまで伸ばしちゃいけ、肩についちゃいけません。ピアスも、何、このワンポイントっていう垂れてるやつはダメみたいな。ピアスってよかったな。ピアス、いや、ワンポイントなのになんか。垂れ下がってないやつ。その原因がなんでかって言ったら、体育の授業の時危ないからってわけのわかんないやつけてたら変わらんやろって。僕の学校も東大20人ぐらい高校ですからね。マジですげえな、規則めっちゃ厳しかった。美術部部長やから。確かにワンポイントでも危ないな。いや、俺マジめっちゃ真面目だったよ。今年の面白い役しか本当にやってないんすよ、全然。あと、びっくりした。なんかでっかい、でっかいやつが動いとるで。どこの高校？保土ヶ谷高校です、保土ヶ谷高校、ね、知ってるかな。僕は岐阜北高校です。うわ、横浜全然保土ヶ谷高校ですよ。保土ヶ谷高校でね、まあ軽音楽部と生徒会副会長の寮って言ったら分かりますね、僕はね。
そう、ラッシさんね、頭が良かった。ユーリで遊ぶなよ。ユーギター、南山大学卒。あマジ、ラッシさん絵上手いの。すげえ、美術部部長やで。もう知ってるや、やりよるね。ユーギター高校、南山大学卒です。銀だこ高校、え、銀だこって言った。ギフギターです。あ、ギフギター。いや、そう、あと500コメント。あ、ほら、頭、ほら、ギフギター高校頭に。あ、そうなんだ、うるせえよ。うるせえよ、もうほら暇じゃん。でも今日シラフだから全然喋ることねえし。うるせえよ。お前ら自分で食べよ。おかしくっとけ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 よ。もうギリギリなけど、うるせえな。あと500。いや、いいペースや、いいペース。いい、テンション上がってきた。いいね、いいね、いいね。お、美術部。美術部。お、鉛筆が、デッサンが得意です。あるよね、鉛筆でさしたらなんかすげえなんかさ、はい、こういう角張ったやつ書いてあるね。結構本賞めっちゃもらってますからね。マジですげえ。トロフィーとかもらったし。頑張れ頑張れ。コメント伸ばせ、コメント伸ばせ。愛の塊がじゃあ、愛の塊、愛の塊、愛の塊ちょいちょいね歌ってるからね。あ、まあ、何でもいいから、何でもいいよ。何歌おうか、歌いましょうかね。ヌードです、ヌードデッサンとか。あ、大学とかだったらヌードデッサンとかあるでしょ。でも大学は僕あの何やったかな、STC、なんだろうさ、なんか、南山放送みたいな、あの普通のイベントサークル入ってますね。すごいな。クラブでイベントとかありました。いいね、いいね。ケータ、去年の放送遡ってみたら痩せてかっこよかったねって。あ、僕、痩せてる時めっちゃかっこいいって言われたんですけどね。最近、いや、でも確かにね、ケータの多分、あの昔の痩せてる時の男前の写真とかあると思うんだよな。誰が一番歌う場合の、これはもうナチさんです。問答無用のナチさんです。鼻から飲むんかな。いや、愛してないはナチさんのお箱なんで、ちょっとお、それはちょっと不平等なんでやめときましょうか。やめようか。そう、ナチさんだけしか上手くないやん。そうだ、みんなと、ね、な、変な感じになるから。うーん、大井北海道歌います。どういうこと。富田一郎の歌っすね。誰も分からへん。まあまあ、愛されるより愛したい、それも個人的なあれだからね。まあ好きに言ってもらったらいいけど。いや、そういう歌だ。歌元気や、元気や。ゆずゆず。そうかそうか。ゆずとかいいんじゃないですか。歌ってます。ゆずゆずも何だろう何だろう何だろう。愛してない、うん、まあそうだろうね。その受け答えやめろよ。ケータの昔なしあるかな。もう携帯ね、俺よく壊すんでね。黒猫、ヤマト、宅急便。黒猫、ケータの昔の話ってどこまで昔なのかな。1年前ぐらいが多分ピークだったんですけどね。1年前か。ちょっと皆さん真っ黒だね。黒猫のみで痩せてみたいな。ブログから引っ張ってこないとないわ。じゃあいろいろ考えてる間に CM いきます。はい、はい、CM の方どうぞ。ようこそ僕のシンデレラ。何なんですかこの未収は。今月の売上300万、うち入金30円。我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。よっしゃー。さあ何歌おう。甘そうそう。あら、何がいいんだろうな。あ、画像を2つ載せてください。あ、セキュルターなんとか聞くよ。めっちゃ聞く。ミスチル、うん、だってあれ飲んで二日酔いとかだいぶ ね、 たもんね。何をあのね、ケイタの昔の方がすごい分かりづらい横顔なんですけどね。昔、一緒に麻布で飯行った時に二人で行ったんです。その、ね、画像があったんだよ。これ分かるかな。イケメンですよね。かっこよさげ。良さげね。かっこいい。何を見て言った。かっこいい。今これを見て言ってくれたっちゃう。あ、雰囲気がってこと。なんか由比ヶ浜とかいそうだよね。なんかね、由比ヶ浜いそう。
ペゲー砂浜ビッグエイト湘南の方でね2人で確かにあるけどね、麻布好きなんだね、僕。あのね、あ、ほらほら、あ、これ分かんないかな、全然分かりづらいじゃん。でもさ、ここのラインとこめっちゃ汗ないのだよ、分かるでしょ。ケイタもめっちゃカッコつけてるほらほら、よさげって言われ、よさげ、かっこいいかっこいいかっこいい、よさげ言われてるじゃん。ほら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 、めっちゃアーティストっぽい。ほら、いや、分かんないか、分かんないか、ごめん。いや、分からんでしょ。いや、そんだけあって、ようそれチョイスしたらいや、ねえんだってね。いや、アザブ好きですよ。歌舞伎町がね、歌舞伎町でご飯食べるのあんま好きじゃなくてね、僕、おかさってよく言います。渋谷行っても、新鮮とか神奈川、はい、一人二つ押して、はい、はい、あ、来た。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。消えない春の影あの頃のままで Ooh, 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 oo
書きたかったんですけど、あまりにもあのうまく書けなさすぎてちっちゃく書いてうまくごまかしました。あ、かわいい。よいしょ。ちゃんとあのね、あの綺麗な字ですね。ちゃんとあの桜でね。いやこれもう残りの何分かだけみんなコメントスーパー頑張ってほしいな。あと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 、やっぱ1900で終わるんと2000いくんじゃ気持ちの持ちはだいぶちゃうから、ね、これ変わるで、もうちょっと、いやこれやっぱ、ね、これ今回はちゃんとランキング乗るんじゃないか、これランキング最後。しかもちょっと危ないコメントでも拾うからコメントして。なんでもいいよ、ちょっと危ないのでも拾うからね、全然死んで、あ、明日明日だろ。ありがとう、ありがとう、いいねいいね、危ないわ。かわいいな、拾った、うん。いけるのか、りょうさんの字かわいい。ありがとう、俺も好きやね。ランキング入ろう。お、止まった止まった。おっ、来い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 。もうやっつけてもらうんだよ。あっちって、おっおっ。でもこれでもちょっといきそうじゃん。まだ1分前で出てへんからいけるんじゃん。頑張れ頑張れ、止まった。こんだけお前さん、やばい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 、一番くって。やばい、あの青いステーション始まって以来すごいコメント数ですね。いけんじゃないですか、これ多分今まで最高コメントだよね。キーワードを言ったら来週の火曜日まで90分1000円でカクテル飲める飲み放題でいきます。喋る喋るよ。ケンタケンタ一発ゲーム、ケンタ一発ゲーム、せーの、3、3、2、1、1。ショートコント不動産いいんかしら、あのいい物件ありますから、あ、条件家まで駅からドリブルで5分。キャプテン。面白い面白い。いや、俺は結構ラブは嫌いです。はい、今週のキーワードはそれです。で、今までの最多の最多です。来週の火曜日までね、桜なんで。行った。今月もありがとうございました。4月の応援の方よろしくお願いします。またね。おやすみ。おやすみ。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。